こんにちはにゃでーす。ってことで、ミルシナモロール降臨の最適性ネロメール周回編成紹介していこうと思います。今回の降臨、ネロメール超ぶっ刺さりでございまして、1階層から10コンボ吸収来るし、ボスも11コンボ吸収と無効貫通なんですけど、全部ですね、ネロメールが無効にしてしまいます。今回はネロメールの全超根性スキップ編成を紹介していこうと思います。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。特に高評価ね、押してくれるとモチベになるんでよろしくお願いします。そしていつも高評価押してくれている方々ありがとうございます。ぜひねこの動画にも高評価押してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで編成の前にまずですねゲットできる2種類のキャラクターがいますので紹介していきます。このミルシナモロールともう1体ですね、はい、こちらの火のミルシナモロールがいます。1体ずつ性能の方見ていこうと思います。まずは光の方ですね。はい、小学生はですね3種類あります。スキブと暗闇ですね。はい、でこちらリーダースキルがね回復十字リーダースキルで、まああんま使わないかな。80% 軽減のリーダースキルです。まあ、40倍3項目3固定700万なんで悪くはないんですけど、まあ、十字ですからね、そこまで好んで使う人はいないでしょう。で、3ターンのスキルで6解除して、光と回復を5個ずつ生成、1ターンの間、指 29.5 秒延長の上限解放80億解放となっております。で、覚醒が冬に、ウェイ6個でございますね。まあ、ウェイ一応火力覚醒上がって 4.84 倍です、ウェイプラスがね。まあ、そこまで超火力高いわけでもないって感じでございます。はい、まあ、一応生成ループなんで3体取ってもいいですけど。いいですけど、まあ、基本的には、ま、1体でいいのかなというところでございます。はい。で、もう1体ですね。はい。火のミルシナモノールがこちらの性能となっております。これも同じくリーダースキル回復十字ですね。80% 軽減4コンボ加算。で、火回復同時消しで40倍固定500万ダメージ。やっぱ、回復十字消しなんで、好んで使いたくはならないですけど、性能的にはね、80% 軽減40倍4コンボ加算固定500万で強いです。はい。で、スキルがですね、4ターンのスキルで6解除して、火と回復を8個ずつ生成、1ターンの間、最大 HP2 倍。で、自分の威力上限解放が100億解放の300億出します。強いですね。はい。火と回復6個ずつ生成です。まあ、ただ、シャナがね、火回復6個ずつ生成だったりして、あんま8と6、まあ、変わるけど変わらないので、まあ、それが4ターンなんでちょっと重いかなというところはあります。一応生成ループなんで、まあ、4体とか2体とか取っておくのは全然いいのかなというふうに思いますね。で、覚醒がですね、冬に 10C2 つ、ウェイ4つですね。で、小学生含めたウェイ4つですね。はい、となってます。スキブ4つにもできますよという感じです。まあ、取るなら、まあ、1か2か4かなという感じでございます。はい。ということで、ミルシナモノールでした。取りたいと思った方が取ればいいかなって感じ。武器ないですからね。はい。まあ、やって、まあ、落ちた分だけ残しておくとかね、そのぐらいでいいのかなと思います。はい。それではですね、続いて周回編成の方を紹介していこうと思います。さあ、ということでやっていこうと思います。ミルシナモノール降臨の最適性ネロメール周回編成でございます。ということで、まず1階層なんですけど、スキルバーッと左から打っていってください。グフ、ネロメール、リムドラ、竜ガミネと打っていきます。ちなみに今回ネロメールですね、これアシストの位置変えて OK ですので、持ってないやつフレンドに借りるとか OK でございます。はい。まあ、ちなみに今回シャマシュクール採用してますけど、フレンド側。これ別にシャマシュでも OK ですね。はい、ということで1階層突破しまして、続いてネロメール、打って殴っていきます。もう1階層からですね、コンボ吸収来てね、ほんとネロメールぶっ刺さりって感じですね。はい、さあではネロメール打ってずらして殴っていきましょう。はい、ネロメール一番左のネロメールでいいですね。でずらし、これで突破していきます。ちなみに今回上杉採用してますけど、超つなぎキャラクターだったら誰でもいいんで、なんならネロメール6体でも全然いいですね。はい、続いて3階層です。3階層もネロメール打ってずらしで殴っていきましょう。はい、とさあ行きます。ネロメール打ってで、はい、ずらしで殴っていくと。で、毒もね、盤面で破壊すれば落ち込んなしですから、降ってくることもないですからね、安心ですね。はい、続いては4階層です。4階層ここネロメール打って、シャマシュクル打って、覚醒無効解除しながら、グラビティしながら倒してください。はい、行きます。ってことで、はい、ネロメールを打ちましょう。はい、そして、はい、シャマシュクルを打っていきます。はい、グラビティと。で、これで倒していきましょう。はい、OK です。さあ、続いては5階層でございます。ボスですね。ボス、ネロメール打って、サノス打って、50% グラビティで倒してください。ボス2択ですね。火と光がいますけど、ネロメール打って、サノスグラビティで全部同じです。サノス打つタイミングね、後にしてくださいね。もちろんね。はい。まあ、そもそもグラビティも取らないし、サノスの後スキル使えなくなっちゃうからね。もちろんサノスは夜でも OK でございます。はい、ということで、これで倒しておしまいでございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、第4解説やっていこうと思います。
いつも通り代用の前に編成紹介すると、ネロメールにグフ、ネロメールにグランエルブ、ネロメールにリムドラ、ネロメールにリュウガミネ、上杉にサノス、ネロメールにシャマシュクルです。必要 HP は573751、必要スキブ22、バッチ HP バッチです。リダフレ逆は OK でございます。で、武器の役割と代用候補なんだけど、まずグフ、これ水属性追加と2ターンダメージ吸収役割ですね。ナツル&ミリアとかビオーネ、リムル、オーキー、トヨトミ、ドーナ、カリンドラゴンとかで OK です。で、グランエルブ、これたまらない水属性追加だったら何でも OK ですね。リダチェンするわけじゃないです。 HP 注意してたまらない水属性追加で OK ですね。千獣竜とかでもいいですね。続いてリムドラです。こちら水属性追加と自動回復ループ役割ですね。で、続いて竜ヶ峰、これ泥鏡森とダメージ上限解放とヘイストでございますが役割でございます。続いてサノス、これ 50% グラビティ役割ですね。夜でも OK です。で、シャマシュクル、こちら覚醒無効解除と 30% グラビティ役割ですね。シャマシュでも OK ですという感じになっております。で、続いて本体代用のための役割なんですけど、まあネロメールはもちろんね、超つなげループ、コンボ吸収、無効と無効貫通スキル役割で、上杉こちら水の超つなげキャラクターですね。スキルターン注意して水の超つなげキャラだったら何でも OK です。まあ、ネロメール6体でもいいってことですね。はい、ということで以上でございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。さあ、ということでやっていこうと思います。ミルシナモロール降臨のネロメール最適性周回編成でございます。ということで、まず1階層グフ打って、ネロメール打って、リムドラ打って、で、竜ヶ峰打って殴っていきましょう。はい、これね、ネロメールのアシストの位置変えてもいいですから、内容というか、まあ、持ってないやつはフレンドに借りるとか可能でございます。はい、ということでね、1階層から10個も吸収ですけど、このままなぎ倒していきます。続いて2階層、またネロメール打って、ずらしで殴っていきましょう。はい、2階層、ネロメール打って、ずらしですね。で、倒していきましょう。はい、と。さあ、では、行きます。ネロメールを打ちます。よし。で、もう一回ずらして殴っていきましょう。はい、オッケー、突破でございまして、続いてでございます。はい、続いては3階層。3階層、ここ、ネロメール打って、ずらしで殴っていきましょう。はい。さあ、行きます。ネロメール打って、で、ずらして倒していきます。はい、オッケー。ということで、続いてでございます。ネロメールやっぱ落ち込んだ人なのが強いですね。はい、続いては4階層。4階層もネロメール打って、で、シャマシュクル打って殴ってください。シャマシュクルはシャマシュでも大丈夫でございます。はい。さあ、では、いきます。はい、ネロメールを打ちまして、で、覚醒無効解除とグラビティをします。はい、で、殴っていきましょう。ちなみに、上杉もね、ネロメールでもいいですね。蝶つなぎのキャラだったら何でもいいです。はい、ということで、ラスト5階層でございます。5階層ネロメール打って、で、サノスで 50% グラビティして倒していきましょう。はい、いきます。途中でね、ヘイストくれるんでね。はい、サノスも溜まってます。ネロメール打ちまして、で、グラビティをしまして、殴っていきましょう。これね、グラビティの順番間違えないようにしてくださいね。ネロメール打った後じゃないと、通りませんからね。はい、ということで、これで倒しておしまいでございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。ということで、続いて、第4解説の方、やっていこうと思います。動画繰り返しになってるね。はい。